ません。ASMR 屋さんへようこそ。今回はすごくすごく久しぶりの集まれ動物の森ゲーム実況をしながら ASMR 動画です。もう最近大型アップデートがあったじゃないですか。あれからもうすっごく店長集まれ動物の森再熱していて、今はまた島の開発と今までの真夜中島の島の大改造と、あとはハッピーホームアイランドパラダイスハッピパラの方やっています。今隣に私の大好きなレイニーちゃんが立っていました。スイッチのコントローラーをポチ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 しながら島を巡りつつ、いろいろやることをやるっていうすっごくまったりなゲーム実況をしていこうと思っています。それでは早速やっていきます。今日も一日お疲れ様でした。今夜も皆様がいい夢を見られますように。おやすみなさい。今ちょっと服がすごくラフなので、一度家に帰ってお着替えしようと思っています。これどうですか。ハニワたちです。可愛いんですよこのハニワたち。ちょっとアップで見せますね。手持ちカメラもね、新機能です。ほらこの子がね、すごいお気に入りなんです。シャカシャカシャカって、頭シャカシャカってやってます。こんな感じで可愛いハニワをたくさん集めるのもすごく今回楽しいです。可愛くないですかこの子とかも。わわ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 。この子だけなんかすごいダブりました。うねうねってしてる。うね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 。そう、こんな感じでアニワもねコレクションしています。ちょっと家の前が化石だらけでごめんなさい。今本当に大改造しようと思ってて、この家の前もちょっとまたね、マイデザインとか貼り直して今模様替え中です。以前までのお家はこんな感じでした。いろいろ家具とかできることも増えたから、新しくなんか大改造したいなって思ってて、今いろいろ変えてます。こことかも野菜っぽい家具を置いてたんですけど、野菜が今回のアップデートから実装されたということで、ここにジャガイモかな、小麦を植えています。ではちょっとまずはお着替えをします。ここのお部屋は以前と変わっていません。着替える。この髪型も新しく、なんだっけ、カッタリーナから教えてもらいました。このアンニョンって可愛くないですか。アンニョン、アンニョン、アンニョン。
隔離して、こっちだよレイニーちゃん、レイニーちゃんこっちだよ。なかなかちょっとこっち向いてくれないですね。後ろ姿になっちゃった。すごく楽しくて名残惜しいんですけど、そろそろ帰ろうかな。レイニーちゃんありがとう、遊びに来てくれて嬉しい。推しの子が来てくれた。じゃああとはちょっと髪型もイメチェンしようかな。最後にやったのがいつだったかな、海に泳げるようになる前にやめちゃったので、かなり久しぶり。動物たちにも10ヶ月ぶりですねって言われました。なのでね、ちょっといろいろ増えてて、もうやることが多すぎて今どうしようっていう感じなんですけど、髪型もすごい増えてますね。お気に入りの三つ編みにして、よし完成しました。今年の秋スタイルです。それではちょっと今の真夜中とはどんな感じなのか、ちょっとお散歩しようと思います。マップはこんな感じです。最近練乳ちゃん、この子が引っ越してきました。さてさて、じゃあまずは入り口の方から歩いてみていきましょうか。ここが真夜中島の入り口です。こんな感じで真夜中島の名前にあったようなテーマで月とかをいっぱい置いています。で、左の方はあまり変えてなくて、ここに計画的にはここに階段を作って、それでちょっと高いところから景色がよく見えるように作りたいなって思ってて、今いろいろ構想しています。で、ここら辺にもはしごか階段を作って下に降りてレイニーちゃんのブックカフェを作ろうと思っています。で、ここもかなり変えたんですけど、こうつなげて変なとこにあるんですけど、ここの場所も位置も変えようと思っています。で、ここにあったなんか広場みたいなのもちょっと一回撤去しちゃいました。で、ここに役場があります。なんかバーベキューしてる。バーベキューしてる、かわいい。ゾウさん二人で何してるの？あれ、君とお話するのは久しぶり。ユージに全然話しかけてなかった。ユージごめん。リーナちゃん、お帰りなさいませ。お会いできて嬉しいです。ふわふわ世間話でも今日みたいに空が綺麗な日はお散歩がすっごく楽しいですよね。ふわふわ。なんかバーベキューしてることには触れないんだ。いいな、楽しそう二人で。ここにあるビーチカフェ、桃農園のカフェもそのままなんですけど、ここにちょっとしたなんか滝滝を作りました。ここにも階段を作る予定です。で、ここら辺もちょっと大改造していて、博物館ちょっとめちゃくちゃあの家具があるんですけど、ここら辺もちょっといろいろどうしようか今考えていて、何もない状態に一旦してみてます。それでこの上に上がって、今回から野菜とか植えられるようになったから畑を簡単なんですけど作ってみました。これじゃがいもとサトウキビ、こんな感じで、ここは採石場ですね。こっちにはちょっと珍しい花を植えています。青いバラ、金のバラ。そんな感じで、ここはとりあえずなんかいろいろ育てる場所です。で、博物館あたりもこれから大改造していこうと思っています。そしてここのキャンプエリアもちょっと変えていこうかなって思っています。本当にね、まだまだやりたいことがたくさん過ぎて、こんな途中で紹介するのもどうしようって思ったんですけど、今あつ森にハマりすぎていて、どうしても実況動画早く出したいなと思っていたので、こんな途中のところを見せちゃいました。これからもちょっとやっていきたいです、こういう実況動画とかも。それでここはモニカちゃんのネイルサロンかな、なんかリラックスできるスパみたいな感じにしようと思っていて、とりあえずこんな感じでイメージのものを置いておきました。
白を基調としたカフェです。ここには郵便屋さんかな、なんだろう、なんかそんな感じのイメージしたものがあります。まだまだこれから変えてくっていう感じなんですけど、住民の家の中とかも模様替えできるようになったじゃないですか。それがハッピーホームパラダイスの方を進めていくとできるようになるみたいなので、そっちのハピパラの方も進めないとなって思ったり、庭もコレクションしたいしとかで、もう本当にやることがたくさん好きで、最近も毎日ずっとやっています。一応左側の方も紹介しておきましょう。ここは私のお気に入りの場所で、波音を聞きながらお気に入りの音楽が聴けるっていう私のお気に入りのスポットです。上の方は以前の動画でも紹介した時と全然変わらないのですが、デートスポットということで、ちょっと綺麗な道になっています。島紹介はこんな感じで、合併の島に行っていいアイテムがゲットできるかなっていうので、今から行ってみたいと思います。ツアーに来てのか、運賃は往復1000マイル、行きたい1000マイルを払って
ージボトル、名前も知らないあなたへの遠い島に住むエスメラルダ、エスメラルダから届きました。光苔の遺跡の壁、光苔のレシピ覚えました。やったー。それとこのツタを回収して、いやすごいいい島に行けましたね。家の